はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、私は口角が下がっていて人から不機嫌そうに見られるのが悩みです。私は特に怒っていないのによく人に怒ってるって聞かれるのがすごくストレスです。ネットでいろいろ調べてみたら、口角を上げるボトックス注射っていうのがあると知ったのですが、効果はありますか？それ以外にも口角を上げる方法とかあったら教えていただきたいですっていうご質問です。そうですね、この方ね、若い女性の方なんですけど、まあ、口角が下がってて不機嫌そうに見られるのが、まあ、コンプレックス悩みっていうことなんで、まあ、口角を上げるにはどうしたらいいかってご質問なんですけど、まずはですね、口角上げるの一番大事なのは自分で上げるってことなんですよ。自分で意識して口角をこうやって上げるってこと、これが最も確実 でお金もかからなくて、なおかつね、いろんなね、いいことがあるんですよ。まあ、ただね、美容整形にいらっしゃる方で、私口角が下がってるのが悩みです、口角を上げたいですっていう方にですね、自分で上げるといいんだよってアドバイスすると、ほとんどの患者さんはですね、ちょっとムスッとされる、私は美容整形で口角を上げたくて来たのに、まあ、注射とかね、手術で上げたいって思って来たのに、バカにしてるんですかみたいな感じで言われるんですよね。まあそれって まさにその脂肪吸引したいんですけどっていう人に、まずダイエットしなさいっていうのと同じで、やっぱりその美容整形にいらっしゃる方にこれを言うとですね、逆にそれで不機嫌になっちゃうってことがあるんですけど、でもこれね、本当に重要なことで、やっぱり口角がいつも下がってる人って、もともとの骨格とか筋肉のつき方とか神経の発達の仕方とかあるんだけど、やっぱりもう意図的に口角をね、上げてないっていうのがあるんですよ。で、口角がいつも上がってる魅力的な顔の人っているじゃないですか。芸能人とかモデルさんでもいつもニコニコしてて、口角が上がってて可愛らしいって、人を寄せつける魅力があるっていう人、そういう人ってやっぱりね、意識して口角を上げてる人が多いんですよ。で、口角を上げるためにはこの筋肉をですね、収縮させてんっとやるとですね、それだけで気持ちも明るくなるんですよね。実は口角ってこう下がってるより上げると気持ちが明るくなるんです。で、同じように眉間のシワなんかも、眉間をギュッとシワ寄せてると、なんとなく気分がね、下がるんですよ。落ち込むんですよ。で、眉間のシワ寄せないようにして口角上げると、それだけでね、気持ちが明るくなるんで、なのでいつも口角上げてる人って、ここの筋肉とか神経がですね、発達してて、もう自然に口角が上がるような神経回路が出来上がってるんですよね。なので口角を上げるといいですよっていうのが僕のアドバイスなんですけれど、口角を上げるだけでね、セロトニンが分泌して、あとね、まあ、姿勢もね、猫背よりね、胸を張って背筋伸ばした方が性格も明るくなって、脳内でセロトニンという、まあ、神経伝達物質が出てですね、気持ちが明るくなってね、まあ、抗うつ効果とかあるんですけれど、なのでまずね、口角を上げましょうと。はい、で、癖をつけると自然に上がってなかなか下がらなくなりますんで、それ姿勢とか眉間のシワとか同じなんですけれどね、ということなんですけど、でもそれでも、ダメな場合、やっぱり骨格とか筋肉のつき方とか、あと、まあ、ここに脂肪がついてて、ここがたるんでてね、口角が上がりにくいとか、あとは加齢によってね、特に顔の外側が加齢によってこうたるんでくるので、ここがこう口角とかね、マリオネットラインができるぐらい下がると、まあ、それだけでも口角が上がりにくくなりますので、じゃあそういう人はね、どうしたらいいかって話なんですけれど、まずこの質問者さんもおっしゃってたんだけど、ボトックス注射、まあ、これはね、比較的気楽にできますね。で、ボトックス注射で口角を上げる方法、口角を上げるボトックス注射ってあるんだけど、それメカニズムは口角下生筋っていう口角を下げる筋肉がここにあるんですけど、そこにボトックスの注射を打つと、この口角下生筋が軽くね、麻痺するんですね。動かなくなるんです。そうすると、こうやって口角を下げる筋肉がね、動かなくなって、その緊張が取れると、相対的にですね、口角を上げる筋肉が緊張して口角が自然に上がるんですね、っていうもので、で、まあ、ボトックス注射なので、こう表情筋に打つ場合はね、まあ、大体効果は長くて6ヶ月ぐらいですね。ボトックス注射を打つと大体2、3日ぐらいでゆっくり効果が出てきて、ふわーっと自然に口角が上がって、で、1ヶ月後ぐらいがね、もうピークでバシッとよく効果が出るんですよ。まあ、1ヶ月、最初の1ヶ月ぐらいがしっかり効果が出て、まあ、その後ゆっくりゆっくり効果がね、
減弱していって、まあ、6ヶ月後にはほとんど効果は呆れてるっていう、まあ、そういう経過にたどります。なのでこれはね、注射するだけなんで、もう腫れもほとんど出ないんですね。まあたまに刺したところがちょっと内出血することが本当に稀にあるぐらいで、まあ、出ても化粧とかもすぐできるんで、ダウンタイムはほぼゼロですね。で、口角ボトックスはね、自然な表情になるっていうことは、ちゃんとやる限りはまずないです。まあ、口角を下げる筋肉を軽く麻痺させて動きにくくするだけなので、不自然に唇がね、引きつったりとか、変な笑い方になったりってことはね、まあ、ちゃんとやる限りはね、まずないので、突っ張ったりとか顔が固まったりおかしくな上がりすぎたりっていう心配はね、ちゃんとやる限りは問題ないので、まあ、軽い気持ちで口角を軽く上げる治療をしたいという方は、まずボトックス注射するというのはいいと思いますね。あとは、口角挙上手術っていう手術もあって、それは、まあ、局所麻酔でできるんだけど、麻酔の注射して、口角の部分の余分な垂れ下がったね、皮膚をひし形に切除して、でその赤外線から口角を上げる筋肉をぐっと縫い締めることによって口角を自然にふわっと上げるっていう手術ですね。でまあ大体ね、まあ30分ぐらいの手術ですね。で糸で縫って1週間後抜歯で、なのでまあ1週間糸ついてるんだけど、そんな大きな腫れ出ないんで、まあダウンタイムはね、まあ長くて1週間ちょいぐらいですね。そんな大きな腫れとか出ないですね。で、まあ、これも自然な範囲内でやれば、口角が上がりすぎて不自然になることはないんだけど、やっぱりやりすぎちゃうと不自然になるので、まあ、なるべく不自然にならない範囲内でやるのが良いので、それはもう医者の、センスとかね、テクニックによりますんで、僕が口角挙上手術やるときは、本当にね、自然な範囲内で軽くふわっと上げるぐらいにします。で、患者さんによってはね、手術前のシミュレーションとかでもっとしっかりやってくださいって方がいらっしゃるんだけど、まあ、進めないようにしてますね。本当に自然に軽く上げるように。で、結構ね、退院で口角挙上手術思いっきりやった人、特に韓国でがっつりやった人なんかは、不自然に口角がぐーっと上がってね、すごい不自然な状態で顔が固まっちゃってる人いるんですけど、これってもう元に戻せない手術なんですよ。基本的に余分な皮膚切除しちゃう手術なので、切除したものは戻せないんで、完全に戻すことできないので、まあ、絶対にねやりすぎない方がいいです。やりすぎちゃってね後悔してる人たまにいるので、まあやりすぎない範囲内で、自然な範囲内でやった方がいいし、まあ、やりすぎるっていうことはそれだけ皮膚の切除量も多くなるので、傷もこうやって外側に長くなって傷も目立ってしまうってことがあるので、まあやりすぎないようにした方がいいです。まあこれ、口角挙上手術はボトックス注射みたいに、まあ、6ヶ月で効果が切れるんじゃなくて、やった分の効果は永久に持続するっていう治療ですね。まあ以上ね、ボトックス注射と口角挙上手術が口角を上げる治療で主なものなんだけど、あとはやっぱり加齢とともにこうほっぺがこう垂れ下がっちゃった人なんかは、まあ、フェイスリフトとかでぐーっと垂れ下がってるほっぺを上げると、それだけでちょっと口角が上がったりとか、あるいは口角が上がりやすくなったりとかすることもあります。やっぱり切開するフェイスリフトの方がその効果は大きいわけなんだけど、まあ糸のリフトとか、まあ、うちだったらイタリアンリフトとかでやるとか、あとウルセラとかのハイフとか、あとサーマクールとかの RF でも多少の効果あるんだけど、まあ、やっぱり切開する手術の方がしっかりとたるんでるほっぺも上がって、まあ、口角も上がりやすくなるっていうのはあって、まあ、切らない治療、糸リフトとかハイフとかサーマクールとか RF とかだと、まあわずかな効果はあるかなと、ちょっと口角が上がりやすくなるかなってぐらいの効果はあります。はい、以上が口角を上げるための方法でございます。なのでまずはね、自分で意識して口角をニッとね上げる練習をしてみるっていうのはいいと思いますんで、まあ、それでもダメだったら次に美容整形考えるっていうのでいいと思います。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。